まあ先生としてこれから何か取り組みたいというようなことはございますですかいやあの取り組みたいというか取り組む羽目になってしまったのは、はい、いろいろな臨床院をはじめとして、まあ、よくあのお匠様方の講座に呼んでいただくのが自分の生きがいでしたですけどそれがなくなってしまいまして外に出ることがなくなったので。えー 心ならずも自分自身と向き合うことが分からなってきました <laughs> い,やい,やいや。先生が自分自身に向き合うというのはどういう具体的に<っ>いや、まあ、あの、ちょっと自分の今までのここ数年は、よくお嬢様方に親しんでいただいたおかげで、ちょっと発信中心になってたんで、あはいはい、まあ、ちゃんと勉強しようと。<laughs> いや先生が今更何を勉強なさるんですかえ、今更いえいえいえ、もうなんか分かっていることはわずかですけど、テーマとしては、ええ、あの、はい、今まで、あの、まあ、唐の時代の禅を主に勉強してきまして、ええ、で、ねはい、で、でも実際、禅宗の完成形ができたのは宋の時代の禅宗で、ええはい、日本に伝わったのも、うん、それからその、で、20世紀に ZEN って名前で海岸に伝わったらまあ日本の禅ですけども、うん、でもそのルーツは、 やっぱ直壮大の禅でで代の禅のことを自分があの理解がすごく乏しいのがあの限界だなという感じましてで確かにはその今ご紹介いただいた中国禅宗師って名前ですけどボリュームで見ると初期禅宗4割東大の禅4割壮大の禅2割みたいな配分になってましてでそれはもちろん自分自身の勉強不足のせいなんですけども。 やっぱさっきお話した今までの20世紀の全近期の動向がそうだったんですね。うん、で,で、ですから禅、全の56シリーズの20巻の間の配分見ても、やっぱりそんな配分になっていますですね。うん、で、今、宋代の前に、えー、とても興味を持つようになりまして、うん、えー、それを勉強したいと。まあ、それはもうちょっと努力でできないので、まあ,あ、若い先生方と。 一緒に共同研究という形で。主にどんなところですかま、あの、全あの随筆みたいな。はい。それはあの、じゃなくして。いやいや、それです。あの、なんか、ろう者も、それも前からよく読んでおられるので、びっくりしましたですけど日本で修文随筆と言われているものですね。大江の修文武庫とか、ラゴヤロラゴヤロはい。それから、音楽団。はい。で、あの、研究者の話、研究士の話に戻りますと、僕だけじゃなくて、あの、 多分僕ぐらいまでの、うん、僕り上の世代の先生たちは多かれ少なかっ、ね、らみんなやっぱり、なんか東大の禅はなんか純粋で輝いていて健康的で、で、壮代の禅は体制化して、つまらなくなったという、うんはい、だからまあ先入観でずっと持ってたと思うんです。いいや、<laughs> 先生なんかはっきりそれありまして、はい、そうなんですだ<ー>からはっきりお嫌いでしたね。なんかもう。あ,あ、もうそうですか。ええー。あ,<ー>あの、まあ硬直化して権威化してるというような感じを持たれていたと思います。で、 うーんで、僕らもそう思って、総大の五六っていうのは、なんか形式化して、もう定例の形式化した浄土後の記録集みたいな感じで、うん、なんかあの、祖道集に見られるような、もう、あの、偶発的な生き生きとした一回戦の問答っていうのは、なんかないような、うん、でも、既に規制の兄弟としてある公安をやるぜっていう、まあ、イメージを持ってたんですけども、それはあの、五六を見るからで、 唐の時代には禅の祖母自体がすごい少ない量も少ないけど種類も少ない。はい、で宋になると禅宗文献の量も増えますけど、はい、種類もジャンルもとても高、はい、増えていって我々祖父母の中で見た面白い偶発的な出来事の話っていうのはちゃんと宋代にも書かれていたでもそれはもう文献がその化していて分業化していて。<laughs> 語録はなんかもう正規のオフィシャルな書物になって、でそうじゃない偶発的ないろんな出来事逸話故事のようなものはあの修文随筆、えー、あるいは前輪筆記と言われるようなものに書かれているようになっていてでそれをまあ自分は全然勉強していなかったんですけどもフランスに長長先生という中国ご出身の、えー、若手の,あの女性の先生がおられまして。 で小松大工に1年あの訪問研究で来られましてでその時ダイエの宗門婿の解読をずっと、うん、まあその先生の、うん、その先生は宗門随筆の,あの研究でフランスで学位取られたんですけどダイエの婿なんかよく読んでおられてでその先生に、えー、指導していただいて、まあ、毎月の研究会で婿を少しずつ読んでいったり、うん、それから町長,長先生の論文を翻訳させていただいたりですね、うん 修文随筆面白いなと。で、祖道集は面白かったのに、宋代の五六は面白くなくなったと思ってたのは、蘇道集で面白かった要素は、宋代では随筆の方に引き継がれたんだということが分かってきまして、で、それ今とても関心を持って勉強しているところですね。で、ただまあ、でも宋代のことは本も多いですけど、出てくる人名も多いし、あの、経営不関係が複雑だし、それからの、 前週の精度がちゃんと確立しているのでいろんな禅宗の精度や習慣をよく真偽を見て、うん、あの心得ていないと、うん、その話が何を意味しているか分からないと長、ねうん、長先生はそういうことをよく勉強しておられて今教わる共同研究って言いながら教わる一方ですけど、うん、そういうことをちゃんと分かるようになりたいなと思っております。うん、あの言われてみてみも確かに 私も自分であの大英婦子やらラゴやロコやら読みましたけどもあれのなんか学べる本っていうのはあんまりないですね。そうですね。はい、ちゃんとした本って思い浮かばないですね。うんうん、私なんかもあの国訳全集総者ですかあれぐらいしか読めないですね。うん、な,ないんですかねやっぱり、まあ。昔あの全文化で修、はい、文部子の役中が。 あの連載された時期がありましたけど。単行本にはなってないです,ねいですよね。まし自分やラゴヤロウなんかもない。ない,ないですね。ねはい、あ,あんまりていや,やっぱり我々のあの禅の世界でも、なんかああいうのはこう低俗なものとかを見るようなところがありましてね。でもやっぱり真理というのは、そういう俗っぽいところで。<laughs> <laughs> そう。そうですね。ちょっとゴシップのような話も出てきますので。<laughs> ね、そうなんですよ。それで。 あんなのはって低級なものと見ているところがありますからうす、ねはあ、もう本当真理はそういうところに出るのではないかという,うん <laughs> そうですねそれを本当思いますの、ね、でであのうんでゴシップとまあ思っていたんですけど別にその低俗な好奇心で書いてるんじゃなくて、はい、これは中国の医師の伝統じゃないかと思うんですけれども、はい、なんか真理とはカクカクしかじかであるという,こう哲学的な命題として語るんじゃなくて、はいはい なんか具体的な実在する人物の原稿を批評し合うことによって道を求めるっていうまあ人のあるべき姿を求めるっていうのを中国の伝統じゃないかと思うんです、ね。あでまあ、ロ論語だってあの講師が弟子の批評したりしたことが出てきますけれども。うんうん 説説信号、まあ。竹林の七剣と言われるような疑心の名人たちの原稿録ですけど、誰がどういう状況でどういう発言した、どういう行動したっていうようなことが,が書かれていて、でそ本当に面白いですけど、なんでそういうことをしているかというと、その疑心の正断、うんえー、清いに断義の断ですね、正断。それのルーツはあの五感の正義というのに、ルーツは清いに議論の議ですけど、それは何かというと、 あ、今は人物批評のことを月誕って言いますよねあそう月誕月誕月誕月の1日という意味ですけどさ、はいうん、何かというと五感の時代にあの、うん、ジョナンというところの巨匠という人がサークルを開いて人物批評の会をやった、うんうん、で、それが毎月の1日にやられる会だったのであの月誕と呼ばれるようになって、はい、で,で、月誕が人物批評の別名になったで、それを何をするかというと正義というとまあ 自分たちとしては正,正義派だと、うん、自負している主体夫たちが集まって、うん、濁流と呼ばれる、まあ、うんえー、利害で結びつけついて、政権を労談している人たちを批判する、うんまあ、会議なんですね。だからその人物費用というのが、あの 噂話じゃなくて人物批評を通して何が正義かを追求する何が悪かを求断するという、まあ、意味があったわけです。<ー>でそれが、えー、いろんな歴史的な抑圧の,の中で抽象、えー、化していって疑心の聖壇になっていったんですけども、うん、そのやっぱ人物批評を通して各々しかじかが真実であると教場とか命題としてまとめるんじゃなくてこういう場面であの人がこうしたのにこの人はこう言ったみたいなことをですね、うん、言うとで。それでなんか ある,べきであるべき姿ってのは常に流動的。固定されていなくて、現実が常に流動していて、流動している現実の中でその場なのでの一番適切な言動ができる人はやっぱりいいと。で、そのためには過去の事例を研究するために、まあ人物費をやるってんじゃないかなと思うんですけど、それ禅の伝統じゃないですか。お嬢様方の話題で、やっぱり月誕って多いような気がするんですけど。ああ、そうですね。 決してその、で、だから、老子の中に、ちゃんと目に見えたランキングがあるわけじゃないですけれども、うんうん、やっぱ、なんか伺うと、やっぱ前奏の中に、どこにも明記されてないけど、みんなの中でなんとなく共有されてる老子の格付けみたいなのがあって、<laughs> あの、<laughs> そうですね。で、あの、うん、で、それはなんかみんなのおしゃべりの中で、うん、で、でで でもそれが本当にそばで聞いてもの、えー、陰口じゃないんですよなんかその、うんうん、お嬢様方のおと一緒にもう今ご飯食べられなくなりましたけど一緒にご飯食べられななますけどお嬢様方と、えー、講座などに会食の機会があると必ず話題はもう、うん、なんかそういう前僧同士の月壇になってで有名な老師の評判だけじゃなくてまあどこそこじの。 こういう会の時に誰それさんがこう言ったとかしたっていう話があってそれがなんか「禅僧」っていうのはこうあるべきだっていうことをお互いになんか研鑽する場になっているような気がするんですよ。なるほどね、で「宗門図っていうのはそういうものを書き残したものなんだなとまあこれもちょっと長所先生の受け売りですけど、えー、大英だったかな何かの中で「禅は公論で決まると公の論中央公論の公論公論」っていう言葉を<ー>えい、ー 大学かっていうのを<ー>町長先生に教わったんですけども<ー>すみませんちょっと出典をこう今日メモしてないので<ー>あのあれなんですけど<ー>その口論の世界だから誰かが決定的な、まあ、決定権もってこうだと言ったらもうこうだじゃなくて<ー>まあもちろん普通の人よ老労の発言の権威というのは重いんだと思いますけどでもうんお嬢様方の今のお話見てても 老師っていうのは無条件に尊敬される一方で、うん、A 老師が言ったからってそれが絶対じゃないってところもありますよね。お嬢様のお話で。そうそうそう。で、はいはい、やっぱその、どういう状況でどういう原稿、あるいは出処進退をしたかっていうことを、みんな日常的に話題にしていて、うん、それは公論だと思うんですね。公、うん、論の中で、なんかみんな明文化されないけれども、うんうん、あの前奏のあるべき姿っていうのが、 なんかこうだんに更新されながら共有されているような印象、まあ、僕はそばから持って思っているんですけどでそれを書物の中に求めるとあの文随筆前輪筆記ととわれるものじゃなかかろうかとるほどだから立派な人ばかり出てこないですねくだらない人いや、まあ、失敗した人もたくさん出てくるんですけど、はい、本当に言葉悪いけどく,らくだらない話だなと思うのもあるんですね <laughs> です <laughs> 特に大名の僕なんかはね。えー そうですね。なるほど。あの、えー、方形いうのは、あの、弟子の方が選ぶんですよね。うんうん、今も。そうは違う。今ね、あれですけどね。ねはい、昔は、えー、何人かの老子から印下をもらっていて、うん、で、自分がどっかのお寺の十字に迎えられて、うん、まあ出世すると。その出世の、えー、儀式の時に、史上行と、自分の恩師に感謝のお香を焚く時に、うん、私の師匠は誰々ですと、初めて天下に宣言することになる。うん、つまり、弟子の方が、 複数の因果の中から自分の法径を選ぶと、自分の師匠を選ぶというシステムだったわけですけど、そういう時に、まあ、美談として入ていてるのは、こう、有利な、自分の発スになったらこのお寺を譲ってあげるみたいな、 話を断って、本当に自分を悟らせてくれた師匠に史上を耐えたって人の話が美談として載ってるのもありますけど、逆もありますよね、うんうんうん。そうそう。新聞部に出てますね。ねはい、もう、かこう、自分は本当は A 老子のおかげで悟ったけど、今 B 老子の一団が羽振りがいいので。確か、うんも系でしたっけ。ああ。ね、<laughs> その羽振りのいい方の老子に史上を耐えたら、胸が痛くなって、うん、穴が開いちゃった。そうそうそう。ね、いや、本当かなと思うんですけど。 そ話で、ね、書いまあでもそんな見るとでもやっぱりそういういい話悪い話を並べるだけで、うん、やっぱ法径ってまあ法径っていうのが利害関係で選ばれていた現実を知ることができると同時にやっぱその中でやっぱ本当に道を基準に司法しなくちゃいけないっていう価値観がやっぱり心ある人の中では保たれていたということも分かりますし。うんうん なんかこう立派な話だけ読んでもなかなかあの、うん、<laughs> 何、どうしたらいいかっていう指針にならないんじゃないでしょうか。やっぱりそのいい話と悪い話と見,見ると、なんかやっぱこういうことは良くなくて、やっぱこういう生き方しなくちゃダメだなとか思えるんじゃないかなと。ああ、なるほど、ね。やっぱ反面教師も重要なんじゃないでしょうかね, <laughs> ねああ。そういう意味で、そういう観点から諸文随筆を見直しておられるというのは私も、 やっぱ当主とか五六になるといい話だけとか立派な話だけになっちゃうので特にもう五六の浄土なんていうのはもう高い悟りの世界しか解かれませんしねんそれが。 特にもう宋の時代になるとか、かなり定型化してしまって、もう言葉も大体同じような使い方になってしまうんですね。<れ>よほど、それはご祖法宴ぐらいだ,だと、独自の表現が見えますけれども、うん、あとは残念ながら似たようなことが、ね、多くなるというのは事実ですね。うん、なるほどね。宗問随筆に。えー、でも、そういうのが、もしまたまとめられて、 我々もこう目にすることができるようになると嬉しいですね。えっとあの、はい、最近老師からこのご本をいただきました。ああま先生に差しがてるようなね本ではないんですがでけどもこでもくだ 断片的に語った愚かな話を、若い文脈の中で引用していただきまして、同社ちゃんと小川先生と書いたところに付箋を貼って送ってくださいまして、恐縮いたしましたですけれども、え、あの、まあ、とても、あの、面白いなどというと、あの、失礼かもしれませんけど、あの、でも面白かったです、本当に。はい。で、十牛図の本は大変多いと思うんですけれども、 でその多いのでそんなたくさん読んでられないんですけどもあのこの本やっぱり特色あると思いましたのは、えー、というかまあマインドフルネスの話がたくさん出てくるところじゃないかと思いました。はい、そで,、ね、で,でそれは今ろうしはあの視野が狭いとさっきご謙遜でおっしゃいましたけど本当はろうしはあのとても視野が広いというか好奇心旺盛でいらっしゃって。 何でもあれですね。あの、こんなものは本当の善じゃないとか、うん、こんなものは伝統に外れるからダメとおっしゃらないですね。何でも、何でも出てくると、一応まずやってみられるんですよね。<laughs> ヨーガでも、あの、マインドフルネスでも。んで、まあ、あの、どんどん取り入れていかれまして、で、禅僧の中にあの、マインドフルネスってあれはもう善じゃないと言われる方もいらっしゃいますよね。で、で、この中にマインドフルネスのお話が折々出てきて、 あの、数年前の、あの、洞窟に閉じ込められたタイのサッカー少年たちが、まあ、瞑想で切り抜けたお話ですとか、それから、あの、座禅会に来た昔の彼氏が忘れられない女学生の話とかですね <laughs>。それから、あの、マインドフルネスで有名な熊野先生のお話が出てきて、え統合失調症の方もマインドフルネスは効果があると。で、妄想がなくなるかというと、なくならない。なくならないが、 それが妄想でであるると理解できるようなそれは熊野先生の言葉で非常に私も感銘を受けましたね。うん、なんかこれいろんなところに通じる心理じゃないかなと思いましてね、うんえーま、例えば迷いというようなことでもですね、うん、人間生きてる限り迷いはなくなりませんですけどもしかし迷ってるなということが分かるというのはこれは大変なことですよね。うんうん、いろろんななとところにこう通用する真理だなと思って まあ熊野先生という方とのお出会いもいろいろ大きな影響を受けましたですね。もちろんいろんな折々の話題がこの本号の中に出てきますけど、まあ、マインドフルネスの話題が多くてでそれで思ったのはあのマインドフルネスというのは自分を客体化するというか対象化してみる目を持てるようになるっていうことに意味があるのかなと。それをを呼吸を通して うん、自分を客体化するっていうところに意味があるんでしょうか、うんはいはい、そうでしょうね。でまあ今あの大学も実はうちだけじゃないですどこでもあの心を病んでる学生とても多くて、うん、昔だったら多分そうなあのは肺学校に多分あんま来てもらってなかったんじゃないかと思うんですけど、うん、あの障害者支援法で法律できてからあ<ー>そういう人もちゃんとその十分なケアをして受け入れなくちゃいけないところ、うん、もう法律決まりましたですね。で えどこの大学もそれ専門の部署を設けて専任のカウンセラーの先生を配置してで授業でもいろんな特別の配慮をしてというふうになってますでまあうちでも織田分におれずそういう子が多いんですけどそのカウンセラーの先生が言われるにそこ,ちょっとそこはまあ前に似出るかもしれないけどその問題を代わりに解決してあげることはできないとうん、うんで。だけどその、えー、話を通して本人が自分の問題を客観 化化してて言語でできるるようになると自分の力で治っていくとでそれの手伝いをするのはカウンセラーだとうちの先生が言われましてそこは前奏の役目と似てると思うんですけれどもうん、うん、でそのマインドフルネスのお話をこの5本で読んでもやっぱ客観化する自分の心を客体化するうん、うん、対象化して、うんえー、第三者のように自分の心を見られることで。うんうん えー、その迷いを脱することができる、うん、ということじゃないかと思うんですけど、で、それはあの僕の本だけで勉強している高東禅の五六の中の思想史でいうと、うん、それは最初期の禅のやり方で、でね、はいで、うん、あのまあ最初期の禅は一般に北周禅と北の宗派と言われています。うん、自分たちで北周と言った人はいないんですけれども、うん、それ後の人が勝手に北周という名前をつけたんですけれども、うんえー、その当の時代に堅く人ね神様の神に 会議室の会と書く、人ねという人が出て、で、その自分より以前にあった伝統的な禅を北州という名前を一方的につけて非難した。で、その、ま、人ねの要約によると、北州の禅というのは、自分の心を客体として観察して、それをまあ調整していく。うん、人音は長伏と言っていますけれども、うんうん、えぇ、ー、まあ、調整して、精錬して、えー、つまり迷っている、ここ、まあ、心の中から迷いの部分、 不純な部分を排除していって、心の中にもともとある純粋な尊い仏としての本質を、うん、権限させる。煩悩に埋もれていた心、その中から取り出すというやり方です。うん、で、それを人根は、そういう彫の方は愚人の方であると、愚か者の方だと批判しまして、うんうん、で、そこでその本性というのはその対象物じゃないと、うん、自分自身、まあ、枯空のような。 でえー、この「老師の語本の中にあの「スクリーンのようなものだ」という、うん、あの例えがこの本の中に出てきますけれども、まあ、それと同じことを陣根は「虚空の比喩」で言っていて「うん、迷いも悟りもその心という透明なスクリーンの上を巨来する映像にすぎないと」と、うん、そのスクリーンのような心が自分自身の心の,その透明さというか、えー、無限定さを自分で自覚するんだとそれが善だというふうに主張して、まあ、善は そっちとし書物に残っている思想者はそっちの方にぐっとこう傾斜していくわけですね、うん、でその心を対象物として重複するっていうのは思想として低次元なものとして書物の中では退けられてる、うんうん、だけど実際にはその修行の定流としてはずっとあったようで時々こうポコポコと出てくるでもうその馬祖然の時代になっているにもかかわらず八狂儀が最初に洛陽でついた あの詩人の博楽天ですね、うんえー、禅師が教えたのはその心を重複する禅だったそれから、えー、ずっと下って南宋のわりに道元が、えー、中国に留学して女将、うん、という禅師と出会って大変感激して法追いで帰る、うん、で「信心脱落した」と言っていますけど「信心、うん、脱落は女将が言った心のちりが脱落するの聞き間違いではないかと言われています」。相当初ののは聞き間違いといと言い方はなんかあの やっっぱりちょと何かられるようで、なんかその聞こえたのを発展的に解釈したみたいなまあ言い方言ってますけど要するにまあでも能條が言ったのは心の地理の脱落と。で確かに能條の五録で見るとあの五五を除くとやっぱりそのねそうてす表層にあるやっぱり不純物を取り除くとやっぱ北でね人類が平らにた北秋でと同じことを説いていてだから五録の中に書かれてるのはまああの特に まあ昔は本が貴重で、特に東大の前奏というのは、東大は書物が少ない。まだ半本がなくて、写本の時代ですから、本がものすごく少なくて貴重だった。だから本に書くほどのことは、よほども特別の一番最高の部分しか書いてない。下のみんなが当たり前のことは書いてない。 宋代になるとそういうことも書かれるになりますけどもあと書いてない。で、だから、まあ、僕らの語録だけしか読んでないものからするとそういう心を対象物として重複するという感が淘汰されていったのかなと思っちゃうんですけどもそれは書かれてないだけでうん、うん、修行の世界ではやっぱり基礎的にみんなやるべきものとして定立、はいはい、して続いていたんだろうと。で、女女禅にもその組んでたんだと思うわけです。で、それは一気に近代になりますとあの、えー、 ここの円楽寺様で、まあ、今北高専老士釈荘円老士、うん、それから鈴木大拙坂瀬とこう,う前者が活躍されたわけですけど、うん、その釈荘円老士もそれを重んじておられますですね。で士の,のご指導とあのご援助頂い,いて、まあ、実際は老士との共同作業でしたけど荘円老士の「全開一覧講話という本を皇帝と注釈して、はいはい 岩波文庫にさせていただきましたけどであれの中で自分にとって発見だったのはその点でした。うん、で最初荻生奏来の系統の感覚を収めていたけど荻生奏来の感覚っていうのはあの自分の心の問題としてじ儒教を考えるっていう、まあ、朱子学養明学の伝統に反対して、うん、もう心の問題じゃなくて聖人が決めた客観的な霊学形成、まあ、要するにうん,うん、うんう えと政治と道徳の制度、うん、それが儒教として学ぶべきものだという考えを打ち出して、うん、で高専労使はそれを勉強した、うん、だけどそれを高,高生丸山正夫はそれを近代化の方がとしてすごく高く評価したわけですけども高専労使は逆ですね<う>もう自分の心と切り離して客観的な制度としって儒教やらなんてけしからんと、うん、なんかお怒りになって。 で,で、出家するんですよね。はい、まあ、それでは満足はいかないという。うん、やっぱり、それでは結局、文字だけのものになってしまうという、個人の蒼白のみといって、うん、あの、それを捨てて出家するんですね。うん、そして悟ると。で、その、前奏になるのは一旦、その、うん、まあ、総額と、高専労使は呼んでおられますけど、うん うんまあ、種子学、陽明学のことですね。はい、それに、えー、転向する。うん、だけど、その種子と陽明の扱いが、こう、洗老子ではもう、中では対照的で、うん、で、陽明学っていうのは、まあ、禅の促進是物に近いでしょうか。心っていうのをもう、純粋不純に分けないで、もう生きた心の丸ごと全体が、理、うん、まあ真実のもう現れだというふうに考える。一方、朱子は、心を、その、えー、純粋な、正しい、えー 性の部分と。不純な、こう、生理的な情、情けとか、情の部分とに二分して、で、情の部分を克服して、性の部分を実現すると。なのが、まあ、国秀伝に似ているでしょうかね。そういう考え方で、高専老師は、そういう趣旨みたいに心を二分するのはよくないと。で、心を丸ごと一個の相対として捉えなくちゃいけないというのは、応用名の方にものすごく共感を示し、全一覧で示しておられる。で、それを、宋園老師は、前回一覧講話の中では、 ほとんどの部分は高専老師の説をすごく忠実に素述しておられるんですけど、それも老子のおかげであの分かったんですけども、あのうん、しておられるにもかかわらず、その点だけは高専老師に意を唱えられまして、うんうん、その二者択一じゃないと、うんで。それは実際の修行の上では趣子のような、あるいは北修禅のようなあり方は実際には必要だというふうに強調されて、うんうんうん でその2つが競い合う中で真実がなんかこう、うんえー、実現されていくというようなことを言われてで後に大節博士が、えー、道元白銀黙章観難この対立する2つの軸をこう包摂する楕円の演習として番犬を見出すといだすって形で全思想史を構成されるんですけどもそのルーツが僕は宗園老師のその趣旨、うんうん、と陽明奥章残章という。 発想だったんじゃないかなと思いまして。うんうん、で、それが、今度、すみません、途中長くなって、ここに戻ってくるのが遅くなりました。うんうん、この、この、同社の本見たら、うんうん、あの、従ーズの高い、あの、本来の事故を回復するっていう理念と並行して、実際には自分の呼吸を見つめて、 えー、例えば昔の彼氏が忘れられないとずっと思ってるのとずっと思ってますって本人は言うけど思うて意識がこう、まあ、断続しているからその切れ目を見つけてそこに違う心を起こすとなあ具体的な、まあ、心を重複するというあり方を説かれてうん、うん、でも一番最後にはですね修行をしてても修行が画集になってる人もいるし一方修行してなくてもあの えー、慈悲の心を実践できているような人もいるとお書きになっていて、えー、なんかその具体的な本当に呼吸を見つめるとか心を重複するというふうな、ん、まあ初歩的という基礎的な実践方法と、うんうん、それからあの本来のありのままの時候に立ち返るっていう高い禅の理念が、うんうん、それはもう老僧の中全然もう二項対立としては示されてないんですね。 同じことが書いてあるように見えるんですけども、実はその二曲が、えーえー、非常にか自然な調和を与えられて説かれていることが、実はこのジュウユーズの本の特色ではないかと、私は思ったのでございます。ました。いやそ、そういうことは私は全く考えてそやったんじゃないな。もうこれはあのね、もうご承知の通り。 まあ極めて一般の社会人の人のにこの解、うん、いたあの講座でありますからね。うん、それはあ、あんまりそんな全思想値のことを言っても困りますし。うんうん、まあとにかくああいう人たちにしてみれば、うん、自分たちにどういうことが役に立つんだろうかと。何か役に立つものを持って帰りたいという、こういう希望ですよね。うんうん、何かその高い悟りをというよりも、うん、まああの私は なん言うか、いよいよ、自分では親切心の応用だと思うんですから、<laughs> あの、お客の要望に応えなければと。うん、それで、そういう人たちを相手にしてますので、あの、確かにそういう心を対象としてみる。でも、あの、先生、あの、最近私も、あの、大乗寄進論というのをですね、うん、もう一回、あの、学生自分を読んで、読んだあれですけども、あれなんかを見ますと、やっぱり、 あの症状仏教のね、うん、あの呼,呼吸を調整したりいわゆる彫刻ですね、うん、そういうそれから今言われた心を対象として見て整えようというのはこれはあの症状の劣ったやり方であるというのはやっぱり既親論なんかにもちゃんとこう既親、うん、論はやっぱり一元論ですからね、うん、あの劣った方であると。 温、えー、水と読んでましてからこれはなぜ劣った法と言われるんですかっていやそれは大乗紀神論というのはもうあの後の我々が学んでいる場所禅に発展していくような、うん、もう本来仏であるということを、うん、一番究極に言いたいのであるから、うん、その迷いの部分と悟りの部分とそしてそれを対象化して何とか整えようというのは低次元だというふうに言っているんであって。うん ただ、それはそれとして、あの、やるなということではないんだと。それも修行としてやっていくことは我々必要なんだと。うん、で、あの、積み重ねの上に、禅というのは積み重ねの上に咲いた,咲いた花だという説明を、うん、あの、この間したんですけどね。やっぱり、ブッダの初期の死体や発祥道や、それから戒律や、確かに禅の語録を見ると、 そんなものは低次元のものだっていうふうに確かに変えてるんですよね。うん、バンケイさんなんかも解律なんていうのは解律を意識するようなことではダメだって言ってますですよね。うんうん、でもそれはちゃんとバンケイさんにしてもじゃあ解律を無視して勝手気まもな暮らしをしているかとしてそうじゃないですよね。それは ちゃんとそういう土台がこう積み重ねられていって、うん、そして一番最後にあの花開いたのが場所の教えであり、あの番稽の言葉なんだと。だからその花だけ取り出したら花は枯れちまうんだよっていう、うん、あの、うん、話を私はさせてもらったところなんですけどね。うん、ですからやっぱりあの土台は、えー、こう、 頂点の立場から行くと、そんなものではないと否定するんですけども、下から行く立場からとしては、やっぱり土台を学んだ上に咲くんだと。いうふうに、この間説明したところなんでございます。なるほど。はい、はい、は <laughs> い。そういう、僕なんか、なんかずっと花束だけ見てて、なんかあの、土に生えてる花を見たことなかったのに、みたいな気が、そうだったかなと思いますけど、でもほんと。いやいや そうしないとね、あの、番形だけ読むとね、うん、本当に、いや、それが番形の一派が、まあ、衰退したのは、うん、いろんな理由があるとは思うんですけども、うん、その番形の言葉だけだと、やっぱりこう、枯れてしまったのではないかと、うんね、やっぱその土台となる、うん、やっぱり禅嬢もやったでしょうし、うん、当然、あの、会もですね、意識して生活をしたし、そうやっぱその土台を見失ってはいけないのではないかというのが、 あの、まあ、そういうのを学べるという意味では、従業っていうのは、その、うん、最、最初の、こう、牛を飼いならすなんての、ね、は、やっぱり、二元論ですよね。うんえー、というのが、やっぱり、最後だけ解くんじゃなくして、うん、全体を、こう、解いてくれてるっていうのが、まあ、魅力なんじゃないかな、と、思っているんです。うん、はい。なるほど。はい。わかりますいや、でも、あの、私らの、低俗な講話、講話が、 小川先生にご評価いただいた。全然定督じゃないです。<laughs> もう、なんかじ、うん、自分、それこそ、今の例えですと、なんかつ。摘み取った花だけ見ているからな。ああ、でも、土に生えてる。なんかもう、根っこも葉っぱも見たことない。かったんだなという感じ。ああいう、とんでもありません。いいとんでもありませんです。 あとはですね、まあ、この本の特筆すべき特徴は、はい。え、ろう者ご自分、どっかに言っておられるんですかいや、全然言ってません。だって恥ずかしいですそれは。いや、私が、暴露しま露しますが、いやいや。この十牛図の絵は、老子のお作でございます。いや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 、もう本どこにも書いてない、書いてないですよね。書いてません。俺、絵の作者は書いてないなと思ったんですけど、老士にいただいたお地蔵さんになんか顔が似てるようなと思いました。わりましえ、この、 え、従業員の絵は老師の絵でございます、ねうんえー。いや、それもですね。まあ、もともと一般の人のセミナーですから、なんか自分で分かりやすくね。ちょちょっと書いてで書籍化するときにはどうしようかということはこう考えました。うん、で、あの古いですね。もちろん素晴らしい。いわゆる水墨課長ののがこうたくさんあります。で、出版社にお願いすれば、ちゃんと版元の許可を得て。 あの掲載することは十分可能なんですけども、うん、しかしそういうあの古いあの哲学的な詩弁的な解説ではなくして一般の方々のために、えー、書いた本だから、うん、あえてこの素人の絵がいいんじゃないかなとこう思ってそれをそのまましてしまって恥ずかしいですから、えー、イラストは著者とかそうは描かないように。 でそれが、まあ、先生は良かったと言ってくださったんですのやっぱり浪士でも、まあ、小学校の時から考案してられたって書いてありましたけど、うん、やっぱり我々と同じように漫画もご覧になった、ねああはいそれはね「あの<あ>巨人の星」なんかはねだからやっぱ漫画世代の絵じゃないかと思うんですけど「ああ水墨画帳」って言われたやつはやっぱちょっと写実的で、えーえー、なんか後ろの山とかが綺麗に描いたって,てありして。はいはい 絵の要点、重点がどこか分かりにくくないですか重要<ー>図って。なんか絵としてなんか良すぎてっていうか、うん。やっぱり深遠な絵すぎて、うん、しすぎると、これ私のやっぱりデ,、うん、デフォルメっていうんですかいや漫画、ね、もう満遍強調してるんですよね、えー。悪い意味じゃなくてですね。はい、ですから、あの、はい 剣石って言ってたらこの足跡が <laughs>、この足跡が、この牛の足跡がですね、よくわかるように書いてありますし、ええ。それから、牧牛とね、牛がこう穏やかになった様子とかですね、ええ。そうですね、かういうの牧牛が可愛いですね。はい、はい、ようやく言うことを聞くようになったというようなう、はい、まるで犬の散歩をさせてるような、そういう雰囲気を出そうというかですね,うですね。なんかうっぱり <laughs> あれだね、こう漫画世代の英霊、なんかその、十牛図の漢文のなんか要点がちゃんと絵,絵を見たらそこにこう分かるようなデフォルメというか、背景の賛成画みたいなのが書いてないので、それであの本文と絵がよく合っていていいなと思います。<laughs> はい 次第でございます。いや,い,やいや、いやこれ、じゃあ、し、えー、本当は出版する前に、その推薦のこと分かてもらえばよかったな。絵がいいとか書けばよかったでしょう。ええ、もう、ちょっと、このちっちゃいのはね、もったいない。まあ、前の方には一枚ずつは大きい。はい、お、はい、だから大、ね、大きなのにするときはね、これ、大きなのにすると、下手なのが目立つから。嫌だなと思ったんですけど。え、原寸は、まあ、どれ、ような大きさなんですか。 あ、元がいいわ。原数はね、やっぱそそれ、あの、ページの途中にある、やっぱ、そそれぐらいの大きさでないと書きにくいですからね。はい。これが原数。はい。はい。そそれぐらいの大きさにこう書いたんですね。はい。なんかね、こう牛がこう暴れてるな感じでしょはい。この時は、男の子もなんかすごい力んだ顔してますね。はい。はい。この男の子の顔がいいですね。ありがとうございました。 全てを見失っているところのこう途方に暮れた顔なんかは、なんかちょっとこう、共感を禁じえない感じの、このなんかしょぼくれている感じが、か可いいですけども。この絵の一番いいところは、絵かもしれない。どうし悪いかもしれない。前の方にも書いてあるんですフランスで講義をされて、 えー、最後の瞑想が一番良かったと言われてがっかりしたと。いやいやいや話も良かったけど、瞑想も良かったと言ってもらいたかったと書いてありましたけど、<laughs> えー、瞑想が良かったと言われだからもう、そうですね。絵がいいって言わ絵もいいです。言わなくちゃいけないですね <laughs>。あの、私がもういつもこれ、小川先生の言葉で、もうしょっちゅう引用させてもらって、もう受け売りで、 だんだん私の言葉になっていってるんじゃないかと危惧してるんですが悟りとは永遠の運動であるというですね <laughs> もう宇賀先生がもうあれだけの語力を読み尽くして善というのはこう,こういうものだという至りついた特定の地点があるのではなくしてこう絶えずいやこうだと言ったらまたいやそうではない、うん、またそうではないということの もう永遠の動きでしか善というものはないというもう私はもうそれを我が信条としておりまして、ええ、もうこれからはもうますます無限の運動を展開をしていきたいと思っております、まあ、先生もこれからのちょっと一言 <laughs> <え> <laughs> だいぶ大英の婿って言っていただきましたけども<あ>ええ。 何かえあの、恥ずかしいですけども、本当高い志じゃなくて、今頭の中は後期のオンライン授業を無事に乗り越えるということがすべてで、今日みたいにこうやってちゃんとした機材でプロの方に撮影していただいたらいいなと思ったんですけれども、まあでもちょっと後期に向けて機会を入れ替えたりしましたので、なんとかなるかなと思っておりますけども。 えー、うん、豊富ってないです。まあ、でも久しぶりに老子にお会いできて、まあ、前から申してたんですけども、老子にお会いすると、こう、細胞が活性化して免疫力が高まるって、あの、コロナの前からいつも言っておりましたですけど、今日は久々にその感じを味わいました。そうですか。えー、今日、これから半年ぐらいは、なんか自分はかからない自信が得られたような気がしますので。こんなことを経験に言っちゃいけないのかないけない、ね、いやいや、結構でいいんでしょうかね。もう最後にいう言葉言って、えー、いただきます。そうですか。だから、えー、まあ、あの、皆さんも、 ぜひこの動画をたくさん見て、ね、免疫力を高めていただくのがいいんじゃないかと思います。<laughs> あの、後で字幕で、あの、あくまでも利用者の感想ですって、この字幕で書いておいていただきたいんですけども、え、なんかあの、えー、コロナの時代にって、前もってメールでいただいてて、なんかもう、この半年の苦渋を訴えようと思ってきたんですけど、なんか老子のお顔を見てたら、心ならずも前向きな発言をたくさんしてしまいまして。<laughs> <laughs> これもなんか心のなんか途切れ目に、なんかあの <laughs> あ、はいはいはい、いい心が起こったでしょうかい。なんか後期もなんとかなりそうな気がしてきました。あい,やいや、ありがとうございました。いや、最後、いい言葉い、ね、いいでしょうか。いや、本当ですよ。うん、本当す先生、ありがとうございました。